なんだ、無駄だ、お前の相手などせん。このようなもの、静かさ、お見事です、静香様。あの姉ちゃん、大した忍びだぜ。ま、関係ねえか。尋ねたいことがある。伝説の三人、ジライア様を、我々はあなたを探し、この廃棄の船に乗るところだったのだ。ジライア様から聞いていないのか？何を？ったく、わしはただ次回作の取材に来ただけだっての。ヤマケンさん、秘技36系の術。おお、冷たい。昨夜のあなた様の手際、お見事でした。結婚をかけ、私と勝負してください。ストップ！故に、佐藤作候補は、外界の腕の立つ者に勝負を挑み、あなたには静香様と結婚をかけた真剣勝負をしていただきたい。だって俺ってば今聞いたし。それはそちらの問題だろ。とにかくこの話はなかったってことで。待て、いきなり求婚とは大もてだな、ナルト。羨ましいぞ。じゃあ飲みすぎたかな。しつこいってばよ。こんなところまで追いかけてくるなんて、佐都の決まりだかなんだか知らねえが、そんなおかしな勝負なんかにゃ。静香様とて、好きでこんなことをしているのではない。だから俺に戦えってのか。だがどうか、静香様と戦ってもらえないだろうか。これでちっとは時間が稼げるだろう。私はあなたと戦いに来ました。この辺りでいいだろう。なでしこ流ゴーハレ空拳。君がね、演武2の段、ナチが開かねえ。二段の陽動とは、今まで後ろを取られたことはありませんでした。この程度のからくりなど造作もない。百苦物玉縛り、これであんたは俺の操り人形さ。これで静香もなでしこの里も俺のものだ。離せよ。なぜ助けた？もうたくさんだってばよ。自分の心を閉じてまで結婚相手を見つけなきゃなんねえなんて。俺にもさくらちゃんっていう好きな子がいる。でもさくらちゃんはサスケってやつのことが大好きで、その時のさくらちゃんの笑顔、すっげえ可愛くて、俺もさくらちゃんに認められるように努力しようって。そんなもんお前が力ずくでねじ伏せてやれ。ナルト！なった！ヤマト隊長！あらー！じゃあ元気でな。